瀬戸康史の動画。すごいよこれ、なんかメカメカしいのが出てきた。なんかここだけ見ちゃうとね、 俺なんか厄介なもん買っちゃったかなって思っちゃうけど、簡単だよねこれ。せーの、ドドン。軽い。あのこのターンテーブルを僕買う時に悩んだのが、選択肢があるんですよ。それは最大荷重、耐荷重ですね。どんぐらい重さを乗せられるのか、さらにターンテーブル自体の重量も結構大事だなと思って、これは 1.7 キロなんですよ、これ自体のね。で、耐荷重は3キロです。で、僕が悩んだのは耐荷重が 1.5 キロで、これの重量が 500グラムのやつがあるんですけど、ミニ AC ってやつなんですけど、それと迷ったんですよ。だからこれ 1.7 キロだけど、そのミニ AC ってやつが 500グラム だからすごく軽いじゃん。だから使おうと思ったらすぐポンって出して、で 1.5 キロまでなら乗せられるからね、いいなと思ったんだけど、やっぱりその2キロぐらいのものあるんじゃねえかなって思って、まあ大は小兼ねるって言いますけど、さらに大きいのとかもあって、そうすると10万以上のやつとかもあるんですよ。ただそれだと家にしまっとくところもないしさ、撮影する気もなくなっちゃうから、一番程よいものを探そうと思って、でこれにしてみたんですよ。でもなかなかね、意外と軽い、すごく軽い。ちょっと出してみましょう。あ、これがリモコンなんだ。うわーすごっ。ちょっと待って、これなんて言うんだろう、このこれなんかさ、この感じですよ。業務用感めっちゃ出てる。あー、いいねいいね、来ましたねこれ。これで、これオフ、はい、左、右、これがつまみですよ。もうシンセサイザーみたいな、シンセサイザー動かしてるみたいな。これが速度だ。このね、無段階、無段階式だね、これ無段階だね。すごいこれ、うわめっちゃワクワクするんだけどこれ。いやー、ちょっとこの動画長くなっちゃってるけど、すいませんね。はい、うわー、ちょっとこれペリペリがあるね。ペリペリはやっぱり剥がした方が、剥がさない方がいいのかな。いや、これを剥がすでしょ。あ、でも剥がしちゃったら傷とかついたらあれだもんね。いや、でも剥がすよね。剥がします。え、これ剥がすよね。剥がすよ。結構、おお、めっちゃ綺麗やん。これ剥がしちゃって OK だったのかな。あのスマートフォンとか買うとね、あの保護フィルムを貼るっていうのはあるけど、この剥がすっていう作業ね、保護フィルム剥がし、うわぁ、あのね、なんかさ、 YouTuber って書いてさ、あいつは一人でさ、いつも何やってこのアダプター見てください。これね、ちゃんとこういう感じになってて、他のところに干渉しなくなってますから、これがこっから出ちゃってると嫌なんだ。よく分かってる、知りません、よく分かってる。あー、動き出した、もう動き出した。分かるかなこれ、動き出してる。ちょっと待ってよ、物を乗せよう。じゃあこいつで行くよ。では皆さん、行きますよ。速度をね、真ん中ぐらいにします。行きます、せーの。意外と音鳴るね。うげ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 と。これが真ん中。遅くしてみましょう。最低の遅さこれ。これ動いてますよ。うわ、すげえ遅いのもできるんだ。早くしていきます。すげえ、本当に無段階だ。ここにこうした方がいい。これが最低。いきますよ。最高速これ。結構音鳴るね。だからこれを回しながら僕の声を入れてレビューっていうのは難しいかもしれませんね、この音が入っちゃうから。なるほど、ちょっとこれ考えなくちゃいけないな。もっと静かかと思ってた。反対いきますよ。いきます、オフ、反対。オフ、反対。右回転と左回転でちょっと音が違うな。
右。左の方がうるさい。だからよっぽど需要がない限りは右回転にしといた方が静か。じゃあちょっとさ、重たいもの乗せてみようかな。瀬戸康史の動画。はい、それではですね、実際に僕がここに乗せるであろうかなり重いもの、これ、EOS 5D Mark III に、24mm70mmF2.8 をくっつけたものです。重さとしてはこれがバッテリー込みで950、これが805なので、1705g です。これを乗せて、一応耐荷重これ 3kg ですからね、余裕でいくはずです。それでは行ってみましょう。せーの、オン。余裕だ。で、こうやってこうやればちゃんと均一な速さで、このカメラを撮ることができると。すごいいいな。じゃあ速さ速くしてみようか。一気にマックスいきます。マックス。いいねいいね。はい、左、左のがうるさい。やっぱり、いやでもこれね、音さえ消しちゃえば映像だけっていうので考えればね、すごくいい映像が撮れますよね。これでこのままレビューもできるかな。はい、ここ見てください。はい、ここのねシャッターボタン見てください。これね、いい感じでテカってますよね。じゃあ次行きましょう。はい、はい、次はね、はい、次はここね、マーク3って書いてあるところいいですよね。電話で次これ、はい、ですね。次はですね、はい、後ろ行きましょう。後ろね、ここはね、こうテカってみたいなね、こういう見せ方ができるわけですよ。この音が逆にいいかもしれないね。ちょっと一回やってみようかな。瀬戸康史の動画。こちらはね、GH4 というねカメラなんですけど、いきますよ。あ、間違えた。はい、こっちですね。はい、まず正面から見てみましょう。はい、正面から、ちょっとこう、あ、ちょっとちょっと待ってくださいね。正面から見るとこんな感じですね。かっこいいですね、GH4 ね。これズームとかかけてもいいのかな。こうズーム、こうですね、こうなってますね。ズームはあんましない方がいいね。はい、こんな感じになってますね。じゃあちょっとね、続きいきましょう。はい、横から見てみましょうね、サイドから。はい、サイドから見るとこんなんですよ。超かっこよくないですか、これ。超かっこいいですよ、このテカリ具合ね。いいっすね。じゃあ次、背面見てみましょうね。ゆっくり見てみましょうかね。背面をゆっくりいきましょうか。はい、こんな具合になってます。背面こんな具合になってますね。はーい、スピード上げてグーン。はーい、はい、一応もうちょっと正面で止まりたい。あ、あ、ゆっくりにしてやればいいんだ。はい、こちらがちょっとやっぱ斜め的な感じにしてもらいたい。ちょっとね、技が必要ですけどね、こんな感じになります。さらにズームした状態で回転させるとこんな感じになりますね。はい、というわけでですね、シグマプランニングさんで購入したこのターンテーブル、僕の場合は可変速 S というタイプなんですけれども、予想していた以上に僕は大満足でした。音がね結構出るっていう問題はありますけど、まあそれしゃあないんでね、ちょっと使うシーンを工夫しながらね、音は使わずに映像だけ使うとかすれば全く問題ないですし、自分が喋りながら回転させつつ紹介したいっていう場合だったら、もう逆にこの音を生かしちゃうみたいなね、そういうやり方もいいのかもしれません。ちょっと面白いんだよね、これ。ちょっとこの動く感じがちょっと面白かったから、これを生かすっていう手もあるんじゃないかなと思います。あとこのリモコンがね、何気に良くて、まあ速度と回転方向と、あとオンオフだけなんだけど、すごく使いやすくてね、反応も良くて、長さもね、十分、2メートル近くあるので、遠くからでも動かせるし、すごくね、いいです。いいかどうかわからないけど、他の Amazon とかで手に入るやつと僕比較してないので、実際にこれがすごくいいかどうかっていうのは評価はできないんですが、まあ興味ある方、ちょっとこういう大きめのものを回したい、人にはいいかもしれませんね。ちっちゃい、ものを回す回転台だったら意外と Amazon とかにもあったりするので、まあ考えてみてください。僕としてはこれ大満足。3キロまで乗る可変速 S というターンテーブルでございました。
じゃあのー。